難病を乗り越え、朝ドラヒロイン芳根京子命の重さ実感。今年10月3日スタートの時期 NHK 朝の連続テレビ小説べっぴんさんのヒロインにデビュー3年目の女優芳根京子19が決まり、4月6日大阪と東京の同局で会見が行われた。東京での会見では中学2年の時に難病ディラン・バレー症候群を発症し、その後克服したことを明かし、命の重さを実感しましたと話した。朝ドラは15年前期までから4作連続の挑戦で4度目の正直でヒロインの座を射止めた。ギラン・バレー症候群は国指定の特定疾患、運動神経の障害を起こし手足に力が入らなくなる病気で、症状が進行すると歩行困難や呼吸困難、顔面麻痺が生じたり物が飲み込めなくなったりすることもある。芳根は中学2年生の時に力が入らなくなる病気になったことがありまして、今は完治して支障はないんですけど、1年間学校に普通に通うのは難しい時期がありましたと話し、病名をギラン・バレー症候群と明かした。女優大原麗子さんも長く患い闘病中に亡くなった難病、本当に少ない可能性でこの病気で亡くなった方もいるという話を病院で聞いて、そこから命の重さを自分で実感しましたと話した。実感したのは自分はこんなにも周りの方に支えてもらってるんだという思い、それからはちゃんとありがとうとかごめんなさいとか言葉をしっかり伝えようっていう意識が出てきました。病気を経験したからちゃんと自分を持とうって思えたのかな、変わったのかなって思いますと笑顔で語った。2261人の応募者からヒロイン坂東すみれ役に抜擢、4月5日に合格を伝えられ、クラッカーで祝福された際には驚きと喜びで涙、一夜明けた会見でもいろんなことが突然起こって不思議な気持ちでお姫様になったような気分ですと戸惑いを隠せなかった。13年にフジ系ドラマラストシンデレラでデビュー、14年前期の朝ドラ花子とアンでヒロインの親友ハスコ仲間幸恵の娘役を好演し、15年に TBS 系ドラマ表参道高校合唱部で初主演、現在は福士蒼汰らと共に蜜やサイダーの CM に出演している。